官邸には半旗が掲げられました。現職の総理大臣が亡くなった場合に準じ、今日と明日、掲揚されます。今、安倍元総理大臣のご遺体を乗せた車が、ご自宅を出発しました。凶弾により命を奪われた安倍晋三元総理大臣。午後2時半過ぎ、東京渋谷区の自宅を出ました。通夜の会場となったのは、港区の増上寺。お通夜が開かれる増上寺周辺には厳重な警備態勢が敷かれています。道路の前にはずらっと警察車両が並んでいます。会場の前には国内だけでなく海外のメディアも。Such a difficult time for the country as Japan prepares to bid farewell to a beloved former leader. Hundreds of journalists, dozens of cameras fixated, pointing down the street that way. There's a helicopter overhead, which is signaling to us that his arrival could be imminent. たった今ですね、安倍元総理の、ご遺体を乗せた車が増上寺に到着しました。助手席には昭恵夫人の姿も見えます。境内に設けられた献花台には笑顔の安倍元総理の写真。増上寺の一角には一般の方向けの献花台が設けられています。小さい子供から大人まで幅広い世代の方が花を手向けに来ています。ここに足を運んだその思いっていうのはどういったところ。やっぱり一つの時代が終わるっていうのもあって、今後どうなっていくんだろうっていう、見守ってくださいっていう思いもあったんで、これからまた始まるんだなっていうか、いない時代が始まるんだみたいな。もういない方がとてもショックです。喧嘩したことで一つのけじめになったとともに、より悲しみというか、人ですから、一人の人が殺されたということな、そんなことが日本で起こるなんて思わなかったので。通夜は午後6時から。安倍元総理とゆかりのある人が次々と訪れました。増上寺前には続々と議員たちが集まってきています。まもなく午後6時になります。総理を乗せた車が今増上寺に到着しました。政界以外からも様々な人が弔問に訪れました。詰めかけた弔問客、会場に入るのを待つ人で長蛇の列ができていました。安倍元総理と同じ山口県が地元の河村武雄元官房長官。長い付き合いで、ああいう亡くなり方をして突然ですから、喪失感といいますかね、なかなかこれ受け止められない思いで残念でしかありません。なんか大きなものを失ったという思いですかね。なんかみんなそういう思いで、お互いにこう挨拶をしながら、なんか慰め合ってるような感じだったね。銃撃現場となった奈良市。安倍元総理の死を悲しむ人は今日も後を絶ちませんでした。事件が発生した現場の近くには今日も献花に訪れた人の長い列ができています。事件現場近くの献花台には数え切れないほどの花が手向けられていました。
高齢者から10代まで幅広い年代が手を合わせに訪れました。午前中にはこの人も。昨日参院選で当選した自民党の佐藤圭さんが今献花台に訪れました。安倍元総理が銃撃された時現場に並んで立っていた佐藤圭参議院議員、2回目の当選を果たし献花台を訪れました。私のですね、応援に入っていただいた元安倍総理にですね、改めて衷心よりのお悔やみを申し上げて、そして選挙の結果が出ましたので当選のご報告をですねさせていただきました。自民党本部の駐車場、今日から15日まで安倍元総理の写真が飾られた記帳所が設けられました。暑い中、花を携えた人がひっきりなしに訪れました。台湾総統府でも半旗が掲げられました。台北市内にはメッセージが書き込めるボードが設置され、追悼の言葉で埋め尽くされました。そこにはありがとう、ご冥福を、どうか安らかになど、日本語のメッセージもたくさん綴られていました。蔡英文総統は日本台湾交流協会を訪れ、祭壇の遺影に花を捧げ深々と礼をしました。这些年来不论是台湾遇到政灾或者疫情挑战，安倍前首相总是伸出援手。安倍前首相对台湾的友好与温暖将会永远留在我们的心中。タイのバンコクを訪問していたアメリカのブリンケン国務長官、今日哀悼の意を表すため日本を訪れ、官邸で岸田総理と会談しました。 The American people feel a sense of loss along with the people of Japan. In his time in office, Prime Minister Abe did more than anyone to elevate the relationship between the United States and Japan to new heights. He had the rarest of qualities, a man of vision with the ability to realize that vision.また、安倍元総理の遺族に宛てたバイデン大統領の手紙を持参したことを明らかにしました。官邸の会見室、国旗には喪章がつけられました。元総理が銃撃され死亡するという重大な事態。警備体制について官房長官が言及しました。今回の警護警備には問題があったと認識をしています。認識をしているとの報告を受けています。まずは国家公安委員会の下で警察庁において重大な結果を招いた今回の警護警備の問題点を早急に洗い出し、具体的な対策を講じていくことが必要であると認識をしています。責任の問題についてはその結果も踏まえて、その時点で適切に判断がなされるべきものと考えています。政府は今日の閣議で安倍元総理に日本の最高位の勲章にあたる大勲位菊花章頸飾を授与することを決めました。戦後では4人目となります。合わせて大勲位菊花大綬章も授与されることが決定しました。